藤木企業、株式会社は横浜港を中心に港湾に役事業、倉庫に役事業を行う企業である。1923年1月、藤木幸太郎は堺組を率いる堺新太郎からのれんわけのような形で藤木組を創設した。海岸通り三丁目に事務所を構えた。同年9月1日、関東大震災発生。神奈川県は 郊外に避難していた東洋汽船のパリールの積み荷のサイゴンから輸入した米3000トンを緊急に荷上げすることを決定。高太郎は県からの依頼を開拓。3日間で荷上げを済ませ、被災者への炊き出しが行われた。1941年10月、戦時統合により横浜船舶200株式会社が発足したが、 終戦後の1946年9月に解散。統合前の組から新会社が数社発足。藤木組も1947年7月25日に法人組織として株式会社藤木組として設立。同年11月に藤木企業株式会社に改められた。1949年名古屋営業所開設。 1952年にはその業務一切を継承する富士機械運株式会社を設立し、1995年には株式会社富士トランスコーポレーションに称号を改めた。1953年には交通線、つなぎり線事業分社化、株式会社ジャパンポートサービスを設立。1958年にはガソリンスタンドの運営を行う。 有限会社港石油商会設立。1978年に新社屋春光。1980年11月、藤木幸太郎が死去。藤木企業は長男の藤木幸夫が継いだ。1987年には一般貸切旅客自動車運送事業の免許を取得。1997年に知ってアクセス株式会社を設立し、分社化した。 富士木企業では、山下不動を含め横浜港の主要な不動で事業を行っている。山下不動では、統合型リゾート構想があるが、会長の富士木幸雄は、週刊東洋経済2017年10月28日号のインタビューに対し、横浜米ブリッジの外側は貿易ゾーン、内側は観光ゾーンとする。山下不動は中期滞在できる拠点を作りたい。 カジノを誘致すれば利益になるが、藤木企業だけが良ければいいとは考えていないと、カジノに反対を表明している。ありがとうございます。